県内でも今日も新たに21人の新型コロナウイルスの感染者が確認されています県は先ほどから、新型コロナについての専門家会議を開き流行、感染流行の段階を最も深刻なまん延期に引き上げるべきかなどを協議しています専門家会議は県内の医師などが参加しオンンライン形式で開かれています。 今日の会議では、県内の流行期の段階を現在の移行期、後期から最も深刻な蔓延期に引き上げるかが焦点となります。県内では先月下旬からクラスターが相次いで発生し、1週間の新規感染者が70人を超えています。蔓延期の指標では、新規感染者数の数は70人以上としていて目安を超えていますが。 感染経路がわからない人の割合などは目安を超えていません。また、病床も逼迫していない実情も踏まえ、専門家などが総合的に判断するとみられます。一方、県は今後の新型コロナとインフルエンザの同時流行を見据え、発熱などの症状のある人を受け入れるために、670カ所の医療機関などを発熱等診療医療機関に指定しました。 発熱等の症状がある場合は患者さんには直接、診療所に出かけて受診をせずに事前に必ず電話をしていただいた上で受診をしていただくようにお願いをしたいと考えております県は発熱の症状のある人などの相談に応じるために来週16日から帰国者・接触者相談センターを発熱等受診相談センターへ名前を変え電話を受け付ける予定です。